これ今すごい練習したら多分あの見返りはありますね。あ、飛んじゃって。そういうこと？これ覚えちゃえば簡単でしょ？めっちゃ簡単。おすすめしますよマジで。ちょっとこれね有料です。お疲れ様です。ういっす、お疲れ様です。なんか結局遠距離でダメージできるだけ取って当たってセットプレーみたいななんかのをやり始めたらなんか勝てるようになりました。おいいっすね。大体そんな感じが合ってますよ。なんかやっぱ離れないと、はい。ただ今回ちょっといいことを教えようかなって思って。あるんすか？まだあるんですか？まだあるんですか？ダルシムに残されたものがあります。なんと、まあ、みんな大好きな安全飛び。はい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 。実はダルシム行けます。そんなバカな、あんなふわふわ。あんなふわふわしてるキャラが安全ちょっと変えるだけでできるんです。ブラストじゃできないです。フレイムスか。ブラストはもう地上テレポで3フレしか取れないんで。フレイムスか。じゃあそうです、大フレームと OD ファイヤーからいけるんですよ。へえ。普通は、まあ、その場受け身で投げをしてれば分かるんですけど、はいはい、そうこれだけで使うんです。はいはいはい。なんですけど、まあ、これぐらいしかなかったんです。はいはいはい。だけど大フレームからやっちゃうと、うん、これっす。その場受け身か。これ、そのテレポの仕方と、ボディ昇竜拳とか避けれますからね。へぇー。あー、なるほど。受け身取ってますか、これは。両受け身でも大丈夫ですよ。へぇー。で、これ当たってると、あの、最大で8取れます。そう。ちょ、もう一回7か8取れてれば、あの、安全飛びが成功する。でガードでプラ4かプラ5取れるんで、はい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 。だから大フレームできるだけ締めは大ブラストじゃなくてできれば大フレームにしてほしいんですよ。はい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 。でそこを全部このテニポにしちゃえばダメージいっぱい取れちゃう。へえ。そガードされた後の動きってどんな感じですか？基本的にあのこれだけでいいです。はい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 。これ入れ込みでいいです。でそれが当たった後は中フレームが当たった後ははプラス33なんであんまいいことないんで、はいはいはい、無理に攻めず後ろ下がってファイアった方がいいかもしれない。あ、なるほど。一旦そこ でガードされちゃったらガードされちゃったらこれ爆捨てして爆捨てにこれ仕込んどけばいいです。趣味になるんだそれが。趣味にはならないですけど、あのガードプラマイナス4から相手がラッシュコパン出した場合 100% 勝てるんでこれ。でこれカウンターするから絶対に。でもう一回大フレームが入ると。もう一回大フレームになって、もう一回できる。これ、相手が受け身した後のバウンドした瞬間ですか？はいはい。衝撃波みたいなの出るじゃないですか。うん。そのタイミングでテープテレポしてこれなんですよ。あ、最速じゃないんだ。そう、最速であると使うんですよね。だからこれ、今、すごい練習したら多分、見返りはありますね。へぇ。めちゃめちゃ。ちょっとそれ、ガードした後、俺ラッシュコパンするんで、うん、ちゃんとバックステイして、はい、ネハンパンチ仕込んでみてくださいよ。ここまでガードさせて。そう、これガードさせた後にバックスネハンパンチ仕込むんです。まあ、試しに自分の中フレームガードした後ラッシュしてみればわかりますよ。オーケーです。あ、もう一回。ああ、なるほど。確かにジュリとか走ってくるこういう時。ジュリと DJ は特に走ってくるんで、このバックステル動作中にネハンパンチ入れとくんですよ。はい。こうね。で相手がラッシュしたらこのバケステが消えちゃうんで、リード飛んじゃって。そういうこと？そう。だから相手がラッシュした時だけ出るんだ。そう、バケステの威力が吹っ飛んじゃうんで。ちょっと待って、オッケー、わかった、いきます。ええ。そう。ああ。こういうことです。はい。本当だ。これ覚えちゃえば簡単でしょ？めっちゃ簡単。いやこれマイナス4じゃないですか。うん。でその後のネハンパンチって14なんですよ、これ、事実上。で、ラッシュコパンって11フレームから4フレー出すから15なんですよ。はいはい、消えちゃうんだ。そう、だから、最速で、もしこっちが最速でラッシュコパンでラッシュ15ってやっても、でもこれ、毎回やった方がいいじゃん、こんなんじゃ。だから、言ってるんですよ。だから基本的にフレームガードしたらバックステ入れるとこをお勧めしますよ、マジで。だって、飛びかくんないし、インパクトもかくんないんで。確かに。画面端に関してはあんまないですけど。今まで通り。そう、今まで通りで全然いいです。だから、趣味したいんだったら、無敵技警戒しながら。ふんふんふん。端の、そう、ブラスト台形、コパドリルあるじゃないですか。ありますね。
あれ以外のってなんかないですか。チュースラは知ってるんですけど、チュースラはプラ4でまあ強いんですけど、無敵技とかはケアできないですね、もし重ねたら。あのその2つしかないですか。もう一つありますよ。ちょっと教えてください。簡単ですよ。ジャクスラです、ジャクスラ。あこれ、これだったら無敵技と投げはケアできます。スラストそう、うわー、ただこれちょっと弱点あるんで、はい、あのこれ打撃で割れないんですけど、うん、投げで割れるんですよ。うわ、ほんとだ。そう、ただ打撃じゃ勝てるんです。勝てないです、これは。ほんとだ。当たったらどうするんですか、これ。これ当たったら、あのこれプラス3くらいしかないんで。あ、なんもないんだ。そう、投げ重ねるぐらいしかない。投げ重ねるか、一生下がるか。じゃあ、こうして。違う、こうして。これ強い。展開が早いから結構強いですよ。おー、手札増えた。あと JP に関して言っちゃえば、うん、この連携もありですか、あれ。ちょっと待って、何それ嬉しい。で、あ、お手本見せますか。はい、うわー、なるほど、なるほど。これ JP に関してはかなり強いです。他のキャラが無敵技とか割られちゃうから、やるべき。これと JP だったら SH にとアムネジャーにこのファイヤーで勝てるし、SA3 発生が遅いからガード間に合うんですよ。でたまにいるやついる、あと教えたいんですけど、一般にもしこれはあ、はあ、あっちゃった場合、さ、簡単さ、先方わかります？簡単なやつ、しのぎ方。そう、しのぎ方、これ違います。あのコパコパ後ろテンポですね。おー、本当だ。そう、これが一番簡単なんです。で、これ、たまに JP がぶっ放してくんですよ、SH で。ふんふんふん。もしこれガードできちゃった場合、SH を。はい。はい、SH をガードしたらインパクトでいいです。割りそう、これ。いや、絶対あるでしょ。めっちゃありそう。マジで対空出るんだよな、プッサン。対空出るっていうのは飛んだらボタン押すって感じかな。そう、多分見て反応で、そうなるとこういうの当たるから、まあこれやってきたら控えれた方がいいかも。逆にフロートジャンプダイパン通るから、それ。あ、多分最初のうちはテレポでいいかな。なるほど、そのうち、なるほどね。走り始めたら、そう、これ走り始めたらすぐにフロートジャンプダイパンで降りた方がいい、こうなるから。わあ、うわ、でそれしゃがみ中パン当たるから、ラッシュ合唱大フレームで怒り役になるから。ちょっとこれね、有料です。有料、これ有料です。まあ、あともう一つネタ教えておくか。基本的にジャスパーシャート、あの投げ、まあ、基本的にはニュートラル投げの方がリターン高いんですけど、もしなんか中古駅とかこのぐらいでやった場合、1台系で締める。でこれジャ、このあと弱アーチすればプラス3フレーだから、でこう、そうで合唱キックを出して前テンポ、こう、そう、あで相手当たって、そう、表裏になるから、へえ、おもろ。表裏になるし、当たってたらコンボになるし、あの相打ちしてたら、あ、3フレーだから弱攻撃と合唱キック相打ちするんだけど、うん、その場合アーチが当たってこっちが10フレーぐらい有利になるから、ね、やりたいやりたいやりたい、やりたい。そう。うわ、ほんまや。で、これ、でかリターン。で、これ、こすってても大丈夫だから。あ、よくね、投げの後、前捨て、壊し、やってくるから、狙えるかも。そう。ほんと。でも、決めたら、やばいな。決めたら、やばい。まあ、それか、逃げる選択肢として、前飛びも全然あり。普通にね。普通に前飛び、何もしないで。投げ読みでバックステするか、投げ読みで強ドリルキックするか、はいはいはい、前飛びするか、ガードするか、まあ、いくらでもあるから、まだ。対空ずらしてドライブラッシュやってきたら、大 P 押せばいいみたいなのは、ちょっとありがたいな。じゃあ、覚えてきます。あざっす。了解です。鳥さん。俺優勝してきます。
優勝して I have bird rice って言います。そうですか、頑張ってください、はい、絶対に言います、任せてください。ありがとうございました。じゃあはい、はい、お疲れ様です。おやすみなさい。はい。